ライト？ただし、もし不正な手段を用いていると分かったときは、一切擁護はできないので、注意してくださいね。来週には博物館に寄贈される手はずだったのに、どうしてこうもいいタイミングで。生徒会何時からでしたっけ？16時からよ、田崎くん。じゃあそれまで暇ですよね。どっかでお茶でも。あ、なんだお前ら。何やってんだ？部の復帰申請をしに来たのよ。なんだよその態度。俺だって生徒会のメンバーなんだぞ。しましたか、あっかりさん。今大事な話をしていたところです。例のグライダー強奪事件について。ああずっと不思議だったんです。どうして博物館に寄贈される直前に盗まれてしまったのか。生徒だと仮定して、どうやってその情報を知り得たのか。どうしてでしょうね。俺、バカなんでわかんないや。
お話しした通りよ。同情的な気分にはなるけれど、どうしてやることもできないわ。実際私も納得はしていないのよ。廃部の根拠は単に望月先輩以外に部員がいなかったからというもの。でも実際はあなたたちがいたわ。それなのに先生方の都合で廃部を決定するなんて、これは生徒会自治権への悪質な侵害行為だわ。あの時私が会長だったなら、もう少し抵抗できていたものを。としての条件を満たせていないからです。まず部員数の不足、次に活動内容の有効性ですが、これはまあ問題ないでしょう。資格者の不在、これは深刻な問題ですね。パイロットの資格なら葵くんが持ってるわ。それだけでは足りないでしょ。
顧問の不在。これらの問題が解決できない以上、申請を認めるわけにはいきません。ケッチ！ケッチ？もし生徒会が認めたとしても、それでは飛岡先生らは認めてくれないでしょうね。条件さえクリアできれば、我々生徒会から先生方に掛け合ってみましょう。ライダーはくれぐれも見つからないようにすることね。素直な子ね。お前らマジで盗み出すなんて思ってなかったぞ。すると思ったのよ。そりゃあ